解説72周年記念 G1 突き王座決定戦、今日は開催の4日目、予選最終日、勝負がけの1日が続いています。第3レース予選競争です。作戦待機行動ですが、現在バック側定番順に並んでいます。インコースには1号艇の山田哲也が向かっていきます。2走12点の勝負がけ、後半は4号艇中枠で登場だけに、まずはここで得点の上積みを狙っていきたい絶好枠の陰線です。2コース2号艇松井茂は現在得点率 7.40 で全体の4位。後半の最終レースは絶好枠が控えているだけに、ここは明日のセミファイナルもいい枠を求めての戦いということになりそうです。3コース3号艇和田健介、まずは中枠からの立ち回り、2走18点が条件、ここまでがスロー。4コース4号艇武井隆は2走13点、5コース5号艇河野聡は2走12点、そして大外6コース6号艇地元の松井光也は昨日に続いてのピストンリング2本を交換です。定番順3対3、2つに分かれての進入。第3レースの予選競争、内側から1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。わずかにセンター勢好スタート、3番和田、そして4番の武井、好スタートを切りました。一周の1マーク、まずは1番の山田が先制、3番和田がまくりに行く、内をつく2番の松井、その内をつこうとした4番の武井、さらには5番の河野、バックストレッチに入って2番の松井茂が先頭で帰ってきました。2番手が3番の和田健介、3番手争い接戦、5番の河野に内側からへさきを残す4番武井、最内からは6番の松井光也、スタートは正常です。2マーク2番の松井茂がトップターン、握り込んでくる3番の和田健介、ちょっと流れている、内をついてくる4番の武井隆、さらには中をついた6番の松井光也です。ホームに帰ってきまして2番の松井茂が先頭、2番手が3番の和田、3番手内4番の武井、外は6番の松井光也です。2周の1マーク、2番の松井茂トップターン、2番手が3番の和田健介、3番手ですが4番の武井を回した6番の松井光也ですけれども、ちょっと船が暴れた。3番手4番の武井隆が現在2停身リードも迫ってくる、5番の河野聡、4番手から伸びてくる。上位体系は2番3番4番です。2周の2マーク、2番の松井茂がトップターン、2番手が3番の和田健介、3番手は4番の武井隆が牽制しながら回っていった、その内を突こうとする5番の河野聡ですがちょっと競り合っている。3番手争いですが5番の河野が4番の武井の差を詰めにかかりまして、現在リードは1停身半から2停身、最終周回1マークです。焦点早くも3番手争い、内側から4番の武井隆が先手を取った、ここは開いた5番の河野聡、外側から攻め上げる6番の松井光也ではありますが、3番手ここで4番の武井隆がもう一度突き放す。上位体系は2番3番4番です。3連単の234ですが 188.2 倍となっています。これから最終ターンマーク、2番の松井茂がトップで帰ってきました。2番手が3番の和田健介、3番手4番の武井隆が続く。第3レースまもなくコール、2番松井茂5輪、2番手3番和田が5輪、3番手4番武井5輪、5番6番接戦で5輪、ラストが1番の山田で5輪です。